皆さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座は海の声、これの弾き語り方解説ですね、エルヴィスのマスターミニ10、マスターミニ10、このギターを使って解説してみたいと思います。まずはですね、どういうアレンジか、どういうアレンジになってるかというところも含めましてですね、 DJ が演奏している動画の方からご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。ささやき君の声のように感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる海の声に乗せて、空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。
い、聞いていただきました海の声ですね。イントロ、感想、エンディングはですね、アルペジオのメロディーをなんとなく入れる感じになってます。これアルペジオでメロディー弾ける方ですね、タブ譜を見ながら弾いていただくといいと思うんですが、アルペジオは難しいなという方は本編と同じ感じ、歌のとこと同じ感じでコードでジャカジャカと弾いていただいても大丈夫です。コードでジャカジャカ弾いてそのままジャカジャカ歌う感じで、弾いていただいても OK ですからね。はい。それから注意点といたしましては、サビの後半、海の声が知りたくて君の声を探してる、この探してるの部分のメロディーなんですけど、 F マイナー、コードは F マイナーですね。ここは4分の2拍子です。2拍で次のコードに移るということになってます。一応 BJ の楽譜にはですね、1小節ごとに縦線が引いてあるんですね。縦線ごとに1小節になってまして、その F マイナーも1小節で縦線で区切られてるんですが、ここは2拍しかないというふうに覚えておいてください。そうしないとコードがずれていっちゃいますからね。はい、そういうふうに見ていただければと思います。ストロークパターンはチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャンチャカです。こういう風に弾いていただくといいと思います。これアルペジオも弾くので、 BJ はあの人差し指、ピックは使わずに人差し指の爪でアップダウンで弾いてます。皆さんはあのピックで弾いていただいても大丈夫ですからね。はい、はい、ではイントロの方の解説なんですけども、一番最初の根音、ベースの音は親指で、それ以外は人差し指もしくは中指で弾いていただくといいと思います。いきますよ。これ2本同時に弾いて、こういう感じですね。はい、これでイントロが出来上がります。難しい方はタンタンタンの、タンタンは抜かしていただいて、コードだけでデマイナー C F、 こうやって弾いていただいてもいいですからね。はい、でこの後なんですけども、 G サス4、 1小節で止めます。3拍目でジャッジャン、2、3、海のという感じになりますから、3拍目でここは G のコードのところを止めていただくという感じですね。はい、で、はい、それではじゃあ実際に弾きながらやっていきたいと思います。空の声が聞きたくて風の、今のところの手風が、C、G が一拍ずつです。その前の F が2拍で C、G が一拍ずつですね。風の声に耳澄ませ、海の声が知りたくて、一拍一拍声を探してる。今のところが探しての2拍だけで F マイナーのコード1小節終わりです。4分の2拍子ですね。その後は4分の4拍子に戻ります。はい、ここまでいったら次は A メロに入ります。今の部分はコマーシャルなどでも聞き及びのある方が多いと思うんですが、ここの後の A メロっていうのはあまり聞いたことがないと言われる方も、多々いらっしゃるみたいですけども、この部分もいいですからね、ぜひあのメロディーも覚えていただきたいと思います。それでは歌ってみたいと思います。会えないそう思うほどに川のつぶやき、山のささやき、君の声のように感じるんだ。目を、この部分ですね、 G
指す方が2拍、 G が1拍で1段下に下がるんですけども E7 これが1拍、これで1小節になります。 G 指す方が2拍、 G が1拍、 E7 が1拍です。はい、で下の段までその小節は続いてますので G の後ろに縦線は入れてないです。それではそのちょっと前の感じるんだからいきましょう。感じるんだ、目を閉じれば聞こえてくる君のこの殺した笑い声。ここも同じです。声に4拍目が E7 になります。じゃあそこからもう一回いきますよ。笑い声3E7 に出せば届きそうで今日も、ここは一小節ですよ。歌ってる海の声に乗せて空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて一拍一拍の声を探してる。ここ3拍目でジャランって伸ばしましょう。最後の C のところですね。探してるっていう感じに、メロディーが入れるように3拍目でジャランと伸ばして4拍目がですね、はい、で次の小節に入るというような感じです。じゃあちょっと前からいきましょう。君の声を探してる風にメロディーに入っていただいて、これ間奏代わりにしていただくといいと思うんですね。 G サス1小節、 G1 小節、次はコードが2拍ずつに変わります。たとえ僕がおじいさんになってもここで歌ってる君だけを思って海の声よ風の声よ空の声よ太陽の声よ川の声よ山の声よ同じメロディーです。サス4で G、 はい、海の声お送りいたしました。コードがですね、一拍一拍で変わるところもありますから、そこはじっくりとですね、その部分だけ、その小節だけ取り出して練習していただくといいかと思います。あとはゆっくりとコードチェンジをやるのを覚えることと、間奏、イントロ、エンディングの部分、これ弾ければアルペジオ挑戦してください。難しい方はストロークで大丈夫ですからね。ピックでジャカジャカ全部弾いていただくだけで、弾けるようにもなってますので、楽しんでいただければと思います。はい、海の声、今回はですね、これ
いい音してますよね。エルビスのマスターミニ10、マスターミニ10ですね。はい、このギターを使って解説いたしました。これですね、弾いてて楽しくなる音ですね。このお値段とは到底思えない、あの価格を見るとびっくりすると思うぐらいコスパがすごいんですよね。作りもいいです。ぜひこのギターの詳細はですね、動画下の説明文のところに商品リンクがありますので、そちらで確認いただければと思います。はい、今回の海の声弾き方解説、スポンサーはエルビスでお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。